シンモラ、または、シンモラは、北欧神話に登場する、炎の巨人、スルトの伴侶の女性である。シフヨルスビーズルの言葉だけが、シンモラの存在の証拠になっている。その中で彼女は3回言及され、伝説的な武器令和庭園の保管者として説明される。彼女の名の語源についての学術的な仮説が提唱されている。名前、 シンマラの語源はよく知られていない。後半部の要素、マラは、マーレと同一の可能性が示唆されているが、前半部のシンマイナスの要素は不明である。一説では、シンアと関連していると考えられているが、ルドルフ・ジメックは、シンが、シンアに関連する可能性はないと述べる一方で、色に関する意味慎重な解釈を挙げ、このことが、 炎の巨人の妻に当てはまる点に注目し、より適切な解釈は青白いマーレであると推理している。ビクトル・リュードベリは次のような提案をしている。すなわち、シンマラが剣を意味する、シンと動詞、マリアに関連があることに注目し、フグの人を意味する、マラトで構成されるというのである。そして、リュードベリは、名前、シンマラが、つまり、 剣を傷つけることによって不具にするものを意味すると結論付けた。フヨルスビーズルの言葉のシンモラに言及される三つのスタンザの一番目においてシンモラはスルトと共に引き合いに出される。第二の引用元ではフヨルスビーズルは英雄スビプダクルに次のようなことを話す。すなわちシンモラは箱の中に武器、霊馬庭園を保管し、 9つの頑丈な情をかけている。フヨルスビーズルはスビプダグルに次のように話した。シンモラがスビプダグルに武器、霊馬庭園を与えることを承諾する前にスビプダグルはシンモラに輝く釜を持ってこなければならない。そうすれば彼女はスビプダグルに霊馬庭園を与えるだろう。ありがとうございます。